日鉄ステンレス株式会社は日本のステンレス工メーカーである。日本製鉄グループの製鉄事業セグメントにおけるステンレス工事業を管轄する。旧新日本製鉄、旧住友金属工業業者のステンレス工部門が統合し2003年に設立された新日鉄住金ステンレスが2019年に親会社、日本製鉄のステンレス部門。 同日本製鉄グループの休日新成功のステンレス部門と統合し、現社名に変更。略称は NSSC。大手コ路メーカーである日本製鉄が出資するステンレス鋼メーカーである。2003年に旧新日本製鉄、旧住友金属工業業者のステンレス鋼部門を会社分割により統合し、発足した。事業領域は、 ステンレス鋼の厚い板、薄い板、膀胱、洗剤の製造及び販売である。なお、ステンレス鋼管、蛍光については、事業統合されず、親会社の日本製鉄が引き続き製造、販売を行っている。本社は、東京都千代田区丸の内にある、鉄鋼ビルディングに入居。2017年4月以前は、大手町2丁目にある、日生命を大手町ビルに入居していた。 支店は、大阪市、名古屋市、福岡市、広島市、新潟市の5カ所に配置され、大の万国と中国広州市にも事務所を構える。製造拠点は、山口製造所、山口製造所、八幡製造所、木の浦製造所の5製造所6地区。その他、日本製鉄東日本製鉄所、直江津地区より、製品供給を受ける。 製造所により製造品が異なり、山口製造所では、膀胱、洗剤やニッケル系薄板、鹿島製造所では、クロム系薄板、八幡製造所では、厚板、絹沼製造所では、ステンレス精密圧縁品を製造する。その他、日本製鉄東日本製鉄所、直江津地区より、ステンレス精密圧縁品の OEM 供給を受ける。また、 薄板熱管圧縁工程では、日本製鉄九州製鉄所や渡地区の設備も使用。クロム系タンデム圧縁薄板がここで製造されている。NSSC は2003年10月1日に発足した。事業統合の目的は、新日鉄、住友金属両社のステンレス事業の構造的な収益体質強化とされる。統合に合わせて実施された施策の一つに、 生産拠点の集約がある。会社発足時点では、ヤワタ、鹿島の両製造所で厚板と、タンデム圧塩霊塩剤を光、光鹿島の両製造所で、ニッケル系、クロム系双方の霊塩剤を製造していた。この製造体制から、2004年4月より、厚板製造を8万に集約、同年7月より、ニッケル系霊塩剤製造を光に、 クロム系霊園材製造を鹿島に、タンデム圧延霊園材を8万にそれぞれ集約し、生産性の向上を図った。また会社発足に合わせて、住友金属が出資する、日本ステンレス商事株式会社と、新日鉄が出資する、コイルセンター事業者2社が、NSSC の参加になった。2019年4月に、親会社の新日鉄住金が、 日本製鉄への称号変更に伴い、日鉄ステンレスに称号変更された。また同時に、日清成功のステンレス鋼板事業と、新日鉄住金の特殊ステンレス事業の一部を当社が継承した。ありがとうございます。